やるっきゃねえよな。旅立ってから1年が経過していた。腕に自信のある者はおらぬか。功をあげれば褒美は思いのままぞ。何があるんだ。近々領内で大掛かりな盗賊狩りがあってな。貴様腕が立ちそうだが参加してみぬか。悪いけど興味ねえな。俺は強そうな奴と手合わせしてみたいだけなんでね。それならば問題ない。族の女頭領というのが何でも大の男十人がかりでもかなわぬ凄腕の剣士らしい。女？1年前都で反乱を起こした元傭兵団、かの百年戦争では随分と活躍したらしいが。そう、鷹の段だ。鷹の段とその女首領のキャスカだ。なんだと。貴様、鷹の段のものか。くそ、仲間を呼んでくれ。なんで鷹の段が狙われてやがんだ。奴らマジで殺しに来てやがる。先を急ぐか。盗賊団ごときが。鷹の段の噂、本当に無理だな。敵に侵入されただと。者ども、出会え出会え。襲撃前に侵入者とは。この国の剣術は単調で幅が狭い。歴史深き我が格闘術の前では子供が木切れを振り回すことと何ら変わらぬ。異国の武術、何者だこいつ。面白い動きしやがる。大道芸でも食ってけるぜお前。よし、仕掛けるぞ。よくやった。Oh, yeah.
様との決着はまた今度だ。攻撃開始。逆速鷹の弾を打ち取れ。くそ、そういうことかよ。ヒットしろ。切り込みたい。ガッツ隊長。踊りだ。切り込み隊の意地を見せろ。いいところに現れやがってよ。樹道とキャスカか。
大丈夫だ。キャスカのところへ行ってくれ。やっ、貴様が鷹の段の切り込み隊長だったとはな。道理で手強いはず。貴様に我が当術の武具を打ち破ることができるかな。つくづく大道芸人が似合ってるぜ、あんた。剣士に取得には惜しい。雷鳴の威、人雷のごとき威力の我が武術最強の武具、とくと味わえ。あのグリフィスがどうして？ガッツが出て行った後、グリフィスすごく落ち込んでたよ。俺思うんだけど、グリフィスはきっとガッツとのことで。この1年で仲間は5分の1に減っちまった。もう軍隊なんて呼べた代物じゃない。だがそれでもマシな方さ。キャスカがリーダーをやってなかったら鷹の段自体残っちゃいないよ。正直あいつには少々酷だと思う。しかし今の俺たちには他に選択の余地はない。生き延びるためには。ま、俺たちだってただ逃げ回ってたわけじゃない。近いうちにこの1年練り込んだ計画を実行に移す。グリフィスを救出する。ここに残った連中はボロボロさ。だが抜けようってやつはいない。誰もここに残れと強要しているわけじゃないんだぜ。結局ここに残った連中は骨の髄まで鷹の段ってことさ。勇気だの意地だのだけじゃどうにも割が合いやしない。グリフィスを助けるんじゃない、グリフィスなしじゃ始まらないのさ、鷹の段は。いいもんだな。なんだか帰ってきたところが変わってないってのはいいもんだ。それはそうと、お前の方は何をやってたんだこの一年。山にこもってこいつを振ってた。で、見つかったのか例の。正直まだわかんねえ。だけど一つだけわかった。いや、感じた。どうやら俺はこれを振る以外のやり方じゃ何も実感が持てない。何も答えを出せない性分らしい。真顔でそこまで言えりゃ上出来じゃん。よろしく頼むぜ、切り込み隊長。元切り込み隊長だろ、コールカス。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。まあ、昔のことは目をつぶるとしても、
今のてめえは正真正銘のよそ者だ。けじめだけはきっちりつけろよな。ああ、分かってる。そういやガストン、お前ウィンダムで仕立てよう。そうなんすけどね、高野団がこんなになっちまったって聞いたら、いても立ってもいられなくって。隊長だってそうなんでしょ。今晩は飲みましょう。切り込みたい再結成だ。